はい、こんばんは、タカです。最近はね、どうしてもドルの動向に左右されることが多いので、ドルの値動きというものはね、しっかり追いかけていかないとなかなかね、大きな値動きをつかむのは難しくなってきているんですけども、そんな中、昨日、ドルには大きな動きの変化がありました。こちらがドルインデックス1時間足のチャートになります。実は今月に入ってからこのドルというのは動きがありませんでした。底値圏でのレンジ相場、この流れに変化が出てきたのが昨日の値動き。レンジから下にブレイクしています。今現在もこれ下に抜けていますのでね、これは日足もレンジブレイクといった形になっています。もちろんこれは今月の安値を更新、そして先月の安値も更新している形になります。直近の波、大きな波を見ていくと下落からの調整、そして下に抜けたということで再度下落の流れが生まれている。トレードしていく際にはこのドル売りの流れというのは当然ね、頭には入れていかないといけないということにはなってきます。下に抜けていますので、この流れが継続していくうちはどんどんドルの方を売っていきたい、それで問題ないと思うんですけども、今日に関してはまだ安値更新していないんですよね。下に抜けたところでレンジ相場を作っています。ブル派の抵抗が比較的強いという形にはなっていますかね。朝の動画でも話はしましたけども、僕の中で一つ懸念点があるとすればこのレンジからの抜け方ですね。普段から繰り返し言っているフレーズにはなりますけども、こういった重要なラインを抜くときというのはそれなりの時間、形というものが必要になることが多いです。例えばね、こういった安値を何度も試すとか、しばらくこの上でレンジ相場を作るとか、一度サポートを確認するとか、そういったね、何らかしらのアクションが起こることが多いんですけども、今回に関してはこれスコーンと下の方に抜けてしまっています。波で見ていくとこういった波が見えてくるんですけども、抜けるにしてもこの辺りで何らかしらの動きがあるかなと僕は結構見ていたんですよね。ただスコンと抜けてしまったということで、思いのほかこのサポートが弱いなといった印象はありました。ただね、だからといってこの下のサポートが弱いかと言われれば、それはさすがにないと思うんですよね。8月7月、安値共通していますので、誰しもが見ているポイントにはなってくると思います。重要なラインを抜けるための形というものが今のところは見当たらない。これが僕の中では一つの懸念点。例えばこの小さなトレンドを追いかけていくにしても、足場というものがこの高い位置に今はあるんですよね。仮にこの小さな流れの調整が入った場合、足場というのが直近にはないので、大きく戻す可能性というのも考えていかないといけないんですよね。波の反転を見ていくためにはこの戻り高値を抜けていかないといけない。結構距離がありますので、言い方を変えればね、この辺りまでもし戻ってしまったとしても、この下落の波というのは継続して見ていけるんですよね。ただね、もしこういった流れが本当に起こったとすれば、チャートで見ていけば結構なドル買いの動きにはなってくると思います。つまりね、ドルストレートの通貨で見ていった場合、深い押しが入ってくる可能性というのがね、このチャートを見る限りあるんですよね。それでもドル売りの流れというのを見ていかないといけない。今のところこのドル売りの流れを見ていく際にバックがとても遠いということになるんですよね。それが僕の中で少し気になる動きだったんですけども、今日の値動き、この底値圏で今ね、レンジを作っていますけども、これも一つ特徴のある動きなんですよね。重要なラインを抜いた先でレンジを作る。仮にこのレンジから下に抜けてきた場合、今はね、足場がこの高い位置にありますので、ここをバックにドル売りの流れというのを見ているんですけども、この下のレンジがしっかり作られれば、今度はこのレンジの高値をバックにショートを狙っていく、もしくは今までのこのレンジの下限ですね、こういったところを基準にショートを狙っていける、そういった形に見ることができるようになるんですよね。つまりこの下落トレンドの調整の形というのが、現れればこの調整の高値抜けをバックにショートを狙っていけるということですね。今はドル売りの流れを見ていく際にね、とても高いところをバックにしていかないといけない、ショートを狙う際にもね、ある程度リスクが高いような状況にはなっているんですけども、この抜けたところで今はレンジを作ってくれています。このレンジの結果というものを見ていけば、次はね、もう少しリスクを抑えてショートを狙っていけるということにもなってきます。もちろんね、これ抜けてくれば調整の形が本格化することにもなりますので、一旦はドル売りの流れというのは収めていかないといけない。下に抜ければドル売り、もし戻ってくるようであれば一旦は調整で買い戻し、相場を見ていくのに分かりやすい基準がもうここにあるんですよね。まだね、この下の枠というのはすごく小さいので、今のこの形だけではね、なかなか足場と捉えるのは難しいかも分かりませんけども、もう何時間か、ここでしっかり形を作ってくれれば、今度はここを足場に、相場の方を見ていけるということになって、分かりやすく、リスクも抑えたトレードができるようになってくるかなとは思います。ただ相場というのはなかなか自分の思い通りにはならないんでね、ここでレンジを作ってくれるかどうかも分かりません。大きく暴れることもあると思いますんで、そういった分からない動きになってしまえば、一歩相場の方からは引いて様子を見てみる、自分の思い描いている形に近づけば、その流れに沿ったトレードをしていけばいいのではないかなとは思いますね。
現状ドル売りの流れというのがもうはっきり昨日の流れでも出てきています。まずはこの流れを追いかけていきたい。そういった中で当然リスクも出てきます。今の流れというのはこのリスクを少し抑えられるような形にもなってくれつつありますので、この抜けた先のレンジ圏、このレンジからの抜けというのを一つ注目していきたいなと思います。はい、こちら通貨の強弱チャートになります。ドル売りの流れというのは、まあ、昨日に比べれば小さいですけども、まあ、流れとしては出ています。気になるのがこの円の動き。先週は円が売られました。そして今週は円が買われました。そしてドルが抜けた後というのはドルと円が同じような動きをしています。もともとドル円動かなかった期間というのはこのドルと円同じようなタイミングで売られたり買われたりしてたんですよね。こういった流れが継続してしまうとドル円は動かないといった形にもなってしまうかもしれません。せっかくねこのドルが売られたことでトレンドが出てきたとしても円も同じように売られてしまうとドル円を見ていると相場が動かないといったことにもなってしまいます。ということはトレンドを逃してしまうということにもなりかねません。なかなかこういった大きな流れのトレンドというのは生まれないんでね、できればこのドル売りの流れはっきり出ているうちはその流れには乗っていきたい。もしかすればねこういった円の買いの動きというのが再度出てくることになるかもわかりませんけども、ちょっと最近はねこの円の動きというのが読めないのでドル円を見ていくのはね少し難しいのかなといった感じもしますね。この後チャートも見ていきますけども、はっきりとした流れというのがまだ見えてきません。高値も安値も抜けていないんですよね。そういった中では値動きがあったとしてもそれはねトレンドが出ているボラではなくてランダム性の高いボラということになってきますので、そういった環境の中で優位性の高いトレードが本当にできるのかどうか、もしよければねそういったところも考えていっていただければいいかなとは思いますね。今のところドルストレートはっきりしたトレンドが出ていますので、まあ、その流れに乗っていくのが一番わかりやすいかなとは思います。はい、こちらドル円の1時間足日足を重ねています。高値も安値も抜けていないというのはね、まあ、このあたりのことを言うんですけども、トレンドを見ていけばねこの高値からの下落の流れ、こういった流れを見ているベア派に対して短期的な上昇の流れを見ているブル派、このブルとベアどちらもまだ流れが崩れていないんですよね。昨日の下落によってこのブルーの波、ブル派の流れというのが崩されそうにはなったんですけども、まだかろうじてこれ押し安値割ってるとは言い切れない状況ではあるかなとは思います。まあ、ブル派も頑張ってるということですね。それに対してベア派も元気、両方の波を見ていけるということは、まあ、それだけ相場は難しいということにもなります。合わせて月足のサポート、これ106円あたりにそういったサポートもあるんですけども、まあ、そういった流れまで考え出すとねすごく複雑にもなってきますので、こういった流れからも少し値動きを追っていくのは難しいなといった感じはしますね。ボラはありますんでね、流れさえしっかりつかめればチャンスは多いとは思いますけども、まあ、今はねドル売りの流れということで他にもはっきりトレンドが出ている通貨がせっかくありますんでね、そちらを見ていただく方がいいのかなといった感じはしますね。はい、変わりましてこちらがユーロドル1時間足に日足を重ねています。このユーロドルのチャートというのはドルインデックスと比較的似たような動きになっています。日足で見ていくとこういったレンジ相場上の方に抜けてきたんですけども、重要なライン高値ですね 1.19、 このラインを抜くための足場というのがないんですよね。日足1本でスコンと抜けてしまっています。この流れというのは先ほど見たドルインデックスと似たような形ですよね。まあ、それだけ相場が強いと見てしまえばそれでもいいんですよね。このトレンドが継続する限りはその流れを追っていく、それで問題ないと思うんですけども、もし上昇の流れが止められたとすれば、例えば今日の日足の動きは昨日の日足高値をまだ抜けていません。今までずっと高値を更新し続けていたこの流れ、今日になってこの高値を抜けないとなってくると当然これはね上値の重さというのを意識するようにもなってきます。今この上昇の流れを見ていくとこの足場というのがここにあるんですよね。すごく下の方にあります。波で見ていくとここを割らなければどこかでロングなんですけども、例えばこういった深い押しが入ってきた場合にこんなところでロングしてしまうとねどうしてもポジション苦しくなってしまいます。なのでもう少しこの目線を切り替えるポイントというのを近くに置きたいんですよね。この後はねもう少し小さな時間足でその流れを絞っていくことにはなるんですけども、大まかな流れとしてね先ほどドルインデックスを見たようにこの高値圏で抜けた先でですねレンジ相場を作ることにもなるかもわかりません。この流れってね上昇を見ていく際にはとてもありがたい形なんですよね。再度上に伸びていくための足場をね高い位置で作ってくれていると考えればブル派にとってはすごくありがたい。この流れを短期的な足で見ていくと上値が抑えられたとか高値の切り下げといった流れも見えてきますので、その流れを見て売りに偏らないように、まあ、あくまでショートというのは短期的な形ですね。大まかな流れとしてブル派有利の相場というのは続いていますので、短期足を見ていく際にはねそういったところは注意はしたいかなと思いますね。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。
短期足で見てみると高値圏でのレンジ相場という形がね、はっきり見えています。直前にはこの上昇トレンド、最近上位足で見ていた形に近いですよね。このレンジが崩れなければトレンドの継続というものを見ていくことになります。仮に崩れたとしてもこの上昇トレンドを見ていきますので、まずは押し目買いを狙っていく。ただその短期的な流れで下落の流れというのが出てきますので、まあ、こういったところを短期勝負と割り切ってショートを狙っていくというのは十分ありの作戦だと思います。ただ現状はね、この高値圏でレンジを作っている、この形ではなかなかショートの目というのは今のところは見えてこないですね。まあ押しが入ろうが高値をブレイクしていこうがね、このドル売りの流れという目線はしばらくは変わらなさそうです。ユーロドルであればね、この日足の高値更新というのはずっと続いてきている流れになりますんでね、今日はまだ高値更新していませんけども、まずはこの高値更新というのはね、しっかり見ていきたいなと思いますね。はい、こちらポンドドル1時間足に日足を重ねています。昨日の日足は高値をブレイクしてきました。当然この流れの継続というのを見ていきます。今日の日足も、まあ、昨日の高値を更新しています。流れがしっかり出ているかなといった感じはしますね。昨日の動きが結構大きかったんでね、少し調整というのが必要なのかもわかりません。直前にはこの上昇トレンド、レンジを作ることで調整を経て今は上の流れが出てきています。調整の期間もかなりありますんでね、日足1本2本で終わるような、そういった短期的なトレンドにはならないんじゃないかなとは今のところ考えています。はい、こちら15分足4時間足を重ねています。高値圏でレンジ相場になりつつありますかね。4時間足、短期的な流れを見ていくと、まあ、大きな上昇がありましたんで調整の期間というのが必要かもわかりません。僕が時間を測るのにね、よく使っているこの中期の移動平均線、まだ乖離が少しありますんで、もしかしたら今日1日はね、まあ、こういった調整の動きで終わってしまうかもわかりませんけども、それでもこの上昇の流れというのは今のところ目線は変わっていません。この調整を経て上の流れというのが再度出てくるんではないかなと。押し目というのは丁寧に拾っていきたいですし、短期的にこういった下落の流れが生まれたとしても、この上昇トレンドを中心に考えていけばどこかで押し目買いですよね。短期的なこのショートの流れに乗るというのも、ある程度割り切ってしまえばね、いい作戦だと思いますけども、この波の反転には注意したいですね。青い波が反転してしまえば、一回り大きなサイズのピンクの波と方向が一致してくることになります。こういった場面は、強い上昇トレンドが生まれやすくもありますので、ショートをしていく際には注意が必要かなと思います。はい、こちら5ドルドル1時間足に日足を重ねています。今日は5ドルがとても強いんですよね。昨日までの流れを見ていくと日足の高値を抜けたかどうか、かなり微妙な動きだったんですよね。ただ今日の日足に関しては高値をブレイクしています。まだこれ日足閉じていませんので、この後ねどこで閉じるのかというのは注目していかないといけないですけども、もしこの辺りで引けるようであればこれは高値のブレイクという形で今後流れを見ていくことになると思います。日足の波を追っていくとこういったトレンドも見えてきます。なかなか押し安値を割らない動きが続いていたんですよね。トレンドが綺麗に出ていますので、この上昇の流れというのはね、まあ、信じてもいいのかもしれません。僕個人的にはね、最近のこの5ドルの動きというのは少し違和感があったので、スルーしていることが多かったんですけども、これ日足もしっかりブレイクしてきています。このままの流れでいけば週足も高値をブレイクしてくる、そういった流れにもなってくると思います。僕の中ではこの5ドルドル、かなり遅いタイミングにはなってしまいましたけども、まあ、高値を追っていける環境にはなりつつあるのかなといった感じはしますね。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。他の通貨と同じようにこの上昇トレンドの高値圏でレンジを作っていました。今このタイミングで他の通貨も見ているんですけども、他の通貨はまだ高値ブレイクしていないんですよね。つまりそれだけ5ドルの買いが強いということになります。この短期的な流れを追っていくんであればね、この5ドルドルのロング、ここをバックにロングを狙っていくという流れもね、全然ありかとは思います。ただし注意したいのは、日足はまだ抜けていない、これ確定していないんですよね。現状でロングを狙っていくということは、日足の高値抜けを期待したトレードということになります。ユーロドルやポンドドルなんかはね、昨日高値を抜けていますけども、5ドルドルは昨日結構微妙な動き、抜けを期待したトレードというのはそれだけリスクも高くなります。エントリーする際はそこはしっかり頭に入れながらトレードしていきたいですね。はい、こちら5ドル円1時間足に日足を重ねています。5ドル円はね、さすがに今日5ドルが強いということで、まあ、大きな上昇になっているわけですけども、これでもまだこれ日足ね、高値をブレイクしているような状況ではありません。今ロングを狙っていくということは、日足の抜け期待のロングということになってきます。今はドルに資金が集中している感じはあります。ドルが絡まない通貨というのは値動きがすごく難しくも感じますね。はい、こちらポンド円1時間足に日足を重ねています。昨日はポンドが強かったんですよね。なので上昇の流れが出ているんですけども、今日は動きがパタッと止まっています。はい、こちらユーロ円1時間足に日足を重ねています。
高値圏でのレンジ相場がずっと続いている感じはしますけども、ユーロの買われ待ちといった感じはしますかね。今のところは流れが出てきていません。今の相場の主役はドルだと思います。先週なんかはね、円の売りという形が出てきましたので、まあ、円が主役の時もあったんですけどもね、今はクロス円全般、注目されづらい環境にはなってしまっています。こういった中でトレードをするのは少し難しいと思いますんで、ドルを中心に相場の方をね、見ていった方がいいのかなとは思いますね。はい、ということで、僕は引き続きこのポンドドルを中心に見ていこうかなと思っています。ポンドなんでね、少しボラも大きいので値動きも荒いです。少し難しくも感じますけども、大雑把に見ていけばね、今は高値圏でのレンジ相場、今日は方向感は出ていません。ただこの後海外勢が入ることで、まあ、大きな流れが出てくる可能性というのはもちろんあると思っています。トレンドは下からこういった流れが出ていますので、この上昇の流れの継続を見ていきたい。ただドルに関しては冒頭で話をしたように、少し調整が必要だったりもするかもしれません。ただそういった調整は悪い動きなんではなくてね、足場をしっかり作るということにもなってきますので、そういった足場はね、上下の目線を切り替えるポイントとしても使えますので歓迎したいところなんですけども、その足場を作っている段階、例えば今はこの枠の中の小さな値動きですね、この値動きに振り回されてしまうことのないようにはしたいですね。この中でポジションを持ってしまうとね、まあ、一喜一憂してしまうことになります。こういった大きな流れで見ていけばね、こんな小さな値動きというのはノイズでしかないですよね。このノイズに振り回されないように、この高値からの抜けがあるのか、それとも調整の局面に入ってくるのか、しっかり状況を確認してエントリーはしていきたいですね。今回は以上になります。大まかな環境認識なんかは朝の動画で話をしていますので、概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。それでは今夜も頑張っていきましょう。